はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はアドバンスドクエストがなんか3つまた追加されたということでやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあただ難易度として25、45、85という形になってるんで、まあ簡単なやつは簡単なんじゃないかなと思います。はい、ということでウルフゲームとは、全狼と悪狼、人狼ゲームっていう感じかな。村に住む人狼たちの中には、村の掌握を狙う悪い人狼たちが複数いますと。はい、で善の人狼と協力して悪いやつを捕まえよう。はい、で悪いやつを倒すとクリア。善人側は誤って善狼の陣営の村人を倒してしまっても特にペナルティはありません。あなたのパーティーメンバーの生存数が、あーなるほどね、はいはいはい、めっちゃ書いてるんだけど長っ、なにこれ。プレイヤーのターン終了時でエネミーのフィールドに生存者が1人いると、悪狼に疑いをかけられたエネミーが1人村から追放されます。善悪問わずに追放対象となります。エネミーフィールドに生存者がいない場合プレイヤー側から追放者が選ばれる。はーん、で悪にやるとってやつか。はい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 。プラスアーチャーがいると守ってくれる。キャスターフィールドの人狼が善か悪か占ってくれる。バーサーカー悪狼の疑いの矛先がプレイヤーに向き、エネミーに生存者がいても必ずなんかいろいろある。はーん、で属性を持ってたり、見分ける方法はいろいろありますよって書いてますね。はい、まあとりあえずまあバーサーカー、キャスター、アーチャー持っていきゃいいって書いてたんで、まあとりあえず単体のバーサーカー持っていくっていう形でいいのかなって思うので、まあ人狼ゲームっていうことは分かってるんだけどみたいな形だから、どういう感じなんだろうね。はいはいはい、音聞いとこう。まだまだ未熟者ですが頑張ります。はい、悪いやつを探せ。村人の中では人食いの悪が回っている。パーティーメンバーの生存数が悪人を生存するといろいろ変わるよと。はい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 。で状態変化としてガッツ発動時自身の HP を減らす。絶対の死と追放、もう死ぬことは前提なんだね。はいはいはい。ということでまあどうしよっかな、まあ、とりあえずやることとして殴ればいいと思うんで殴りましょう。はい、ただ殴る上で1体は残しておきたいっていうのがあるので、まあとりあえず手前からぶん殴っていこうかな。敵の HP 自体はめっちゃ多いわけではないので、フォーグガーンって打って倒して、あ倒しちゃった、あ全部倒しちゃった、まずい。あー村から追放されて毒牙にかかって、嘘やろ、え、おっと、おっと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 、話がちょっと違うぞ。え、これえ、すごい元気、元気だからもうこれでいいや。うん、え、どれだ、善良なんかわからないっていうのがきついんだけど、全部倒しちゃったらこれいけないってことだよね。あーはいはい、村から追放されて守ってくれた。おお、クリームヒルと、あそうか、アーチャーがいると守ってくれるんだ。あで、あそういうことね、はい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 、つまりそういうことか。バーサーキャスターは正直いらないから、バーサーカーとアーチャー持って、まあキャスターもいたら便利だとは思うんだけど、ここら辺でうまいことやって殴っていけってことね。でここで追放されて、アーチャー守ってくれてないんですか、おい、アーチャーが守ってくれるっていうのは一体どういう話なんや。半数まで減ったようだ、半数まで減ったらしいです、なんかあれが。いやけどこれ普通にブレイクごとをちゃんと一回一回やっていかないといけないっていうことに気づいたな。なんか2体倒そうって思うと普通に死ぬから、そうならないようにしないといけないって感じだよね。でおーい、毒がかかったよ。あれもうこれもう無理じゃないか。さて次のターンさ、これぶん殴られて終わりってことだろ。おっと、このギミック結構めんどくさいですいや簡単にいけるようで多分これいけないやつだな。これが善良だったら
なんだけどってやつですよね。はい。あーやっぱ俺勘違いしてた。人狼たちの中には特殊能力が持ったキャラクターがいますって書いてるから、これを残さないといけないんだ。あーもうってやつよ。もう気づいて、もう5回目ぐらいでやっと気づいたわ。なるほどな。ってことはもうアルターエゴは全部殺しまくって、それ以外はいい感じにってことね。理解理解理解。いやーこれややこしいって。単純に俺がちゃんと文字を読めばよかっただけの話なんだけど、その通りなんだけど。あ、ちょっと待って、ちょっとこれしちゃうと、これしちゃうとやばいかもしれん。やばいかもしれん。これは良くないかもしれん。うん、2体死ぬんじゃないかな、ということよね。間に合うこれ。うん、だでしょ。残り、はい、いねえじゃん。え、じゃあもうこれ負けやん。おーい、ギミック理解したのにマジで。あーもう最後の最後というか、本当に3体倒しちゃダメなんだこのゲーム。はい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 。まあ、とりあえずな。おい、パスタ伸びちゃうよ。でもここ地味に長いし、もうパスタ食いながらやるか。あ、ここ9か。9か。9だったらワンチャンこれで耐えるんじゃないかな。1回でも耐えてくれたら勝ちなんだけど。あ、オッケーオッケー。あ、思ったより耐えちゃった。あー、まあ、ええか。追放されて殴られるだけでしょ。まあ殴って結局あれやられるけど、パスタ食いながらしよう。腹減っちゃった。でアーチャーは残さないといけないから、おいいっすね。コマンドカード的にこれで殴りましょう。お、いい調整。追放。いや、アーチャー残ってるから、あー向こうがねってやつやね。はい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 。でここも2体倒したいから、これで OK。 キャンディーケイン。いいっすね。あ、残っちゃった。残っちゃったけど、まあ、これ足りる ?3 でしょ ?2、4、6、え?おお、何時か。倒そう。お前やな。倒すわ。はい。うわー来た、2分の1キャンペーン、ついに来たぞ。え、どっちだろう、どっちかな。負ける一番
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSS だろ、大体 S だろこういう時は。でこれが倒した時にどうなるんだろう。直帰士になってくれたらこっちの勝ちなんだけど、あれ、おお、人生終了、え、全部倒して全部 OK でこれでいいの。もうなんか難しかったですね。はい、とりあえず敵を倒さないっていうことが今回のイベントめちゃくちゃ重要だったっていうのがね発覚したんで、 HP 調整するのめんどくさいなって思ったんですが、とりあえずこの動画はここで終わりにしましょう。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。